またお会いしましたね。大丈夫、心配いりません。きっとうまくいく。年末は一年で一番夜が長い時期。この夏至の暗い季節にキリストの誕生日を当てて、明るく穏やかな季節がもう一度巡ってくることを願ったのが、クリスマスの風習の始まりとも聞きました。家族って一番小さな社会の形ですよね。 ヒーズコロナの時代だからこそ、人と人のつながり、原点である家族で集まる。それでは、お先に失礼します。